はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。4時を回りましたね。6月は14日の金曜日でございまして、さっきね、1時間半ぐらい前に眠たと思って、ちょっと寝れるかなと思って横になったんです。寝たんですよ。寝たはいいんですけど、ね、電話かかってきてその前にね、電話をね2本ぐらいかけたんですね。2本とも出なかったんですよ。それで、いや、だからね、多分出られないから、折り返しかかってくるかなと思ってたんですけど、眠たいからって、ふって横に出てね、眠って、うどうどとしていたところに電話がかかってきてですね、ちょっと世間話をしてまして、貴重な情報をいろいろいただきましてですね、ああ、そうなってんの、今は、ふーん、みたいな感じの話をしてまして。私もこれでもです、一応ですね、人間社会に生きておりますんでですね、まあ、多少のですね、こう人間関係がございまして、この部屋には一人なんですけどもですね、まあまあいろいろ仲間もいますしですね、その仲間の人間関係もあって、ふーんと言って、どう言いますか昔からね、その要は状況をね、こう把握するためにはやっぱり情報が一番ですよね。だから情報をこう集めるということに関しては昔から敏感なんですよ。その人間関係の別にそのなんて言いますかね、こう気にするわけではないですけどもですね、そのですねグループの中の人間関係はどうなっているのかということを知っておいた方がですね、まあいろいろねスムーズでしょ、いろんな面で、どうのこうのってないんですけどね。はい、ということで本題いきましょう。余計なこと言うてんと、大紀元に困難が出てまして、ですね、これは昨日ですね、中国で1257の銀行支店が閉店、前年比で 30% 増加というタイトルでございまして、ちょっと本文を読みますとこんな感じですね。中国経済の減速と金融リスクの高まりが銀行業界に打撃を与えていると。中共の公式統計によれば、2024年の年初から5ヶ月の間に1000を超える銀行支店が閉店したことが明らかになった。専門家たちは中国の銀行は直面している高額な債務、利益率の低下、そして共産党の政策による圧力が多数の銀行閉鎖の原因であると述べている。銀行というか支店ですね。中共をの国家金融監督管理局が公表したデータによると、2024年の最初の5ヶ月間に合わせて1257の銀行支店が閉店した。2024年の最初の5ヶ月間でね。その内訳は地方の商業銀行の527支店、全体の 42%、 信用協同組合とその支店で266支店、主要国有銀行、これ日本ではメガバンクみたいな感じですね、が227点で約 18% を占めていると。まあ以下続くんですけど、日本でもね支店の閉鎖ってまあそんなに珍しくないでしょ。最近は最近思うにね、銀行の支店業務ってねあれもいらんのちゃうのと思うんですよね。というか大概のことはネットでできるでしょ。もう私昭和人間なんで、いまだに ATM に行ってピーピーピーってやってますけどですね、私の仲間の不動産屋さんなんかはですね、振り込み業務はみんなこれやってますね、 PC で。だからもういらん、いりませんね、はっきり言ってね。で個人ではスマホでやってますし、だから支店っていらんのちゃうなと思うんですけど、まあでも何やったかな、支店でしか払えへんもんとかあるんですね。僕の場合は税金とかね、法人税って要は払い込み書というものを自分で作らなあかんでしょ。そしたらですね、これってできるの、やろうと思ったらできるのか、できますね、いや考えてみれば。あと支店でしかできないのは何でしょうね。支店でしかできない業務ってそんなにないですね。まあだからいらんのちゃうのと思うんで、閉店してるのはまあしゃあないと思います。まあ、でですね、その、1257、5ヶ月間で1257閉店したっていうのも、実はそんなに大した数字ではないんですね。日本でもそれくらいは閉店してるんじゃないかなと思います。なぜ日本はですね、ゆうちょのですね、郵便局が全国に5万あるわけです。
ということは銀行の支店なんていうのはもうその何十万ってありそうな気がしますね。まあですので日本で1257の閉店があったとしてもまあありえるんですけども、ただ今中国の場合はですね、銀行がですね非常にこのこうやばい状態ですというのはですね、国有のメガバンクなんかはですね、そうでもないかも分かりませんけども、地方銀行とかいわゆる日本でいう信用金庫信用組合みたいな類のところって住宅ローンをいっぱい貸してるんですね、個人に対して。でその住宅ローンが軒並みですね焦げ付いてるんですね。で焦げ付いた住宅ローンを日本でどうするかっていうと、まあ、向こうも一緒なんですけど、担保にそのマンションの一室を担保にしますよね。で住宅ローン返せなくなったらですね、おらお前それ競売したぞとか言って競売にするんですけど、競売がですね機能していないそうなんですよ。でつまり競売に出してもですね経絡されないわけでして、しかもそのですね抵当権が例えば3000万ついてるですねマンションを売りに出してもですね3000万でとてもないけど経絡できないんですね。で2000万で経絡されたらですね、銀行には2000万、から手数料差し引いた額しか入ってこないわけです。でそうすると3000万の元のですねこう融資が回収できないわけです。とするとですね、やたらと競売にかけてもですね銀行は損するだけという、そういう状態なんですね。だから銀行業務ってこのですね不動産バブルのですね崩壊によってかなり危うい状態になっているんです。私と同年代の方は覚えていると思うんですけども、1990年代の終わり、特に1997年からの3年間ぐらいというのはですね、銀行がバタバタと倒れていましたね。あの時代を知ってるのはもう僕と同じ年代です。60からですね60以上の方でしょうね。私は1985年から社会人だったんですね。1990年代というのはですね92年に30歳になりましたから、まあ社会人のですね大人として覚えてるんですよ。1997年私が35歳の時ですから、銀行が潰れたっていうのもよく覚えてます。だからそうどうでしょう、だから今から50代後半の方でしょうかね、覚えてるのは。あれがですね、あれとあれのよりスケールのでかいことが今中国で起こってるんです。で中国の場合は日本のようにですね、会社企業金融機関の破綻処理の仕方が実に曖昧なんですよ。日本はですね、不当たり手形一発出したら、あるいはデフォルトをやらかしたらもうすぐ破綻でしょう。向こうはですね、共産党の政府が破綻って言わない限りは破綻しないんです。これがですね、日本と中国のルールの違うところです。破綻制度もあるそうなんですけども、要はですね、政府の裁量次第というところがあって、まあ共産党の裁量次第ですね。で今中国のですね地方銀行信用組合みたいな地方の向こうにも同じようなものがあるんですけど、はどうもですねこううまくいってないところが何千とあるみたいなんですけど、破綻処理をしているという話を聞いたことありません。どうしているかというと、ひたすらですね預金が下ろせないという状態になるわけですよ。で預金を下ろせないということでですね、預金者騒ぐでしょう、当たり前ですけど、なんでやねんと怒るでしょう。そうすると警察が押さえてくれるんですよ。それで持ってるんですね。ですんで今の中国の経済っていうのは、不動産バブル崩壊しました、その次に金融機関の破綻が起こりますという、この段階の真っ最中なんです。多分国有銀行もやばいところいっぱいあると思います。でもですね、誰もが知ってるような国有のでかい日本でいうメガバンクですね、そんなところが破綻したなんていうことがですね国民に知れ渡ると、それこそ社会的な大混乱が起こるでしょう。だからあえてですねそれは伏せてるんですね、というか倒産させないような状態にしてるという状態でしてですね、実質的にはもうですね中国経済ってもうアウトなんです。それをですねアウトになったのをですねアウトと言わずにですね警察でですね社会的な治安を保っているというのが現状なわけです。だからそのタガが外れたらですね一気に社会騒乱が起こるというふうな状態ではないかなというふうに私は思いますね。その一つの一例がですね、銀行が支店をどんどん閉店していると。
これ多分ね、5ヶ月でこんだけ閉店してて、当局発表でしょ、まあ、実数はこの倍ぐらいあるとしましょう。とすると年で言えばですね、1万店とかですね、2万店ぐらいの支店が多分閉鎖されてると思いますよ。それはやっぱしね、国民の目に映るんですよ。だからですね、中国経済も今破綻しますけどもですね、中国社会というものがですね、流動化するのはですね、そんなに遠くない未来、まあ明日起こっても不思議はないですけども、まあ1年2年以内にはですね、なんかおかしなことが起こるんちゃうんかなという気はしますね。とりあえずこの大紀元の今読みかけましたページですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。